こんにちは。バイナンスの件でご質問いただきました。回答を全体動画で送らせていただきます。私はバイナンスにつきましては最初からね、懸念がありましたんで、今までアカウント作ったことがないんですよ。その代わり自分自身で信頼して現地に行って、きちんとそこのね、職員さん、社員さん、経営者の方とお話して、ユーザーさんのもうお話を聞きながらね、会社を自分で見て自分で吟味した、そういった取引所に、自分の資産をね、ちょっとこうお任せするようにはしております。もちろん一社じゃなく複数社です。でマルチカレンシーといって、やっぱバイナンスほどのね、取扱いペアっていうのはないですけども、でもまあ十分百数十種類とかありますんで、私が扱ってるのはせいぜいね10種類ぐらいですから、十分カバーできるところです。で、ポイントとしてはね、現地課税されるってところなんですよね。これは現地の銀行にも口座を作っていろいろと紐付けしたんで、それができたんですよね。これ現地に行かなきゃできない作業なんですけども、ここのところ現地行けないでしょ、ですから作っといてよかったなと思いました。ということでね、バイナンスは私は信頼してないわけじゃないんですけども、どっかで危なっかしいなとかね。で、資本があそこの国ですからね。一応香港で会社ってのはできてるんですけどね、なんかね、ということでバイナンスは私はちょっと懐疑的でございます。以上です。